それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6日間開催で行われています日本未来プロジェクト競争 in 大村、本日3日目を迎えました。さあ、長谷さん、早速、はい、昨日2日目を振り返っていきたいんですけれども、はい、さあ昨日ね、2日目、初日は連勝者いなかったんですけれども、うん、昨日は大岩千尋選手が連勝を飾りましたね。女子戦は5コースからまくりましたね。うーん、素晴らしかったですね。話聞いたらね、はい、スリット手前では周りがいたって、伏せ込んでいってた、伸びていきましたね。おお、そうなんですね。そして初日はね、周り味がもう少しいっていたので、その辺りはどうですかって言ったら、しっかり水掴んでましたよ、良くなってますよってことは、あ、本格化してきましたよ。いや、そうですね、さすがですね。でね、スタートもさすが、うん、1本持ってても普通に行くでしょ。いや、そうなんですよ。あのね、まくったレース、あれスタート1日だったんですよ、早くないと思ったって。だから感動にしっかり1日でも入ってるという自信が持ってて行けたって。すごい、すごいね。さすがとしか言わないですね。はい、だね、本日は8レース6号艇一走のみということでね、この6をうまいこと乗り切れば、うん、明日予選最終ですからね、はい、予選トップというのが見えてくると思いますよ。そうですね、はい、注目の一戦となりそうですね。さあ、そしてその他で言いますと、村田選手が、2日目2走2連隊ということで、ここまでオール2連隊で来てますね。1、2ですよ。はい、素晴らしいですね。村田選手言ってきました。はい、よっ、チリーズリーダーいやいや、そんなって謙遜してるんですね。あのね、展開もろもろがいいだけであって、まあ、足はね、悪くないけど普通くらい。あ、そうなんですね。やっぱり出てる人っていうのは、いいモーターの人はやっぱりね、足はいいですよと言ってた。あ、でも流れがいいからね。いや、そうですよ。このまま行ってよって言ったら、いやって言って、こんなこと言わず頑張ってこいよって言ってきました。そうですね。はい、2日目終了時点ではね、得点率トップに立っています、はい。さあ、そしてね、山本選手、小葉選手、黒柳選手もしっかり着まとめてますね、うん。この3人はね、船足いいと思います、はい。山本選手は出足寄ると思うんですけどね、はい、地元小葉選手、うん、伸びてますよね。そうですね、3戦2勝で2回とも勝って、2回が全部まくり勝ち。いや、素晴らしかったですね。いや、なんかいいですよ。あの、やっぱり地元の選手が頑張ってるとワクワクしますね。そうですね、はい。そしてね、昨日長谷さんね、展望番組で小葉選手をしていただいて、行きなさいよって言ったら行ってくれましたね。あ、よかった、はい、はい。さあ、そして、予選はね、明日4日目の第11レースまでとなります。でもね、主力陣の中でもね、一足早い勝負かけの選手なんかもいたりしますからね。はい、いますね、はい。さあ、どういう戦いになるのか、ぜひ本日も熱い戦いにご期待いただき、最終レースまでお楽しみください。さあ、それでは長谷さんに本日も2レース挙げていただきました。まず1つ目をご覧いただきましょう。さあ、まず1つ目のレース、第12レース挙げていただきました。注目ポイントです。インで白渦が勝つや、大外でも伸びている内堀選手、学ぶ選手を相手に 1m 上げていただきます。すいません、いろいろ迷ってましたね。白渦勝也が勝也、はい、大外でも内堀、外でも内ってことですか。そうです、ね、いや、困るよね。いっぱい詰まってました、本当に。本当ね、ごめんなさいね。さあ、今日の、ね、メインレースは白渦選手が1号艇で登場いたしますね、はい。村上選手、真島選手っていうのは外枠の時は前線行きますけど、うん、ここならもう順当に収まりますよね、はい、進入は枠慣れでしょうね、うん。さあ、志郎選手、はい、昨日もの話ではね、本人言うとバランスが取れて中堅上位って、どこがいいとかはないって、なんかまずまず言ってる感じがする。あ、そうなんですね。彼の場合ね、1走目はね、なんかピリッとしなかったんですよ、はい。でも2走目、初日後半からね、少し雰囲気変わったという理由が、最初もらった時ボートが2連打率 17% でワーストだったんですよ。それが接触で壊れて、はい、まあ、変わって、まあ、25% なんだけど、まだね、でもそのあたりでやっぱちょっとね、雰囲気変わりましたよね。あ、なるほど。さあ、あの、だからしっかりレースができる足にはなってると思いますよ。うん、問題はね、フライング持ってる、これが終わってフライング休みなので、スタートがいけるかどうか。う、初日はね、1412、昨日ちょっと26だったんですよね、まあ遅れないスタートいきたいですよね。そうですね。ここね、船足言うと村上選手、はい、ちょっと苦労してますね。なんか全速で
ても伸びられたりすると言ってました、でもねまだね諦めずにプロペラ調整エンジン整備してましたからね。そうですね。ただ野上選手ね最近10走で言うと、はい、2コースは 1,2,3 着1回もないんですよ。10回全部着外、すごく意外ですね。でもそのね11走前とか見ると1着とか2着と結構絡んでるんで、たまたまなのかもしれない。なこの今期間がね、はい、でもちょっと、まあ、船足でちょっと厳しいね、印回らなかった。真島選手は初日がね5着6着よくなくて、昨日1着は陰線固定線でしたからね。はい、そうですね。見た感じはね普通くらいはあるとは思う、ただ真島選手もは今節が新ペラに変わったので、その影響もあるんでね、はい、調整をやってるので良くなる可能性多いありますよね。そうですね。4号艇鈴谷選手がちょっとこれ出てませんね、はい、本人曰くまっすぐ伸びがないんだって、でも昨日の2走を見てると道中でバテてるんですよね。これ良くないモーターということ、良くないモーターで道中バテるんですよ、はい、なかなか抜かれる人じゃないのに道中抜かれますから。そうでしたね。抜かれる、追いつかれるから、だからちょっと厳しいのかなと。明日はこう言うと2番と4番ちょっと足は厳しいと思う。なるほど。5番河野選手は初日6、6から昨日陰線勝ちましたね、はい、初日は伸びがなかったんですよ。でも昨日聞いてました、伸びはマシになってますよ、はい、でも大した足じゃないけど普通にはなったかなと思う。彼レースが上手いんだよね、はい、でもこう6を対抗した理由、内堀選手、伸びるんですよ。彼プロペラ調整うまくて、はい、伸びが結構くるんですよね、まあ、昨日ちょっとね結果はね出てはないんだけど、スローから行っても伸びるぐらい、はいはい、ダッシュで言ったらもっとなんかいい雰囲気がある。なるほど。2番4番出てなくて3番5番も普通ぐらい、6が出てるんで、はい、フライング持ちなんだけどモーター重視でフライング重視で6代行しました。なるほど、思い切りましたね。そうそう、だから相手やっぱ6コースなんでね、はい、まあ、むしろ印の回った3番5番を集めですけど、一応2番と4番もね、はい、抑えておきたかったんで1、6流し、1流し、6とちょっとね点数を広げますけどね、はい、もうここは6を2、3着固定してということで上げていただいております、はい、さあそしてね狙い目もここを上げていただきました。最初はね内堀選手がこれ足考えるとフライング持ちだけど、はい、スタート系はね伸びていって、うん、オーストマクリもちょっとあるかなと思う、一生思ったら6の頭出そうと。なるほど、はい、あと一つ、1番がフライング休み前でスタートは行けてない、うん、2番がスタート行っても伸びられてる、はい、3番真島選手、はい、スタートは091213スタートが決まってるんです。決まってますね。だからうち2杯が大したことなければ3が先にまくりの可能性もあるんで、なるほど、6336 3の頭を出しておきましょう、はい、まあ、3着は145としました。なるほど。さあここね、シローズ選手しっかりね勝ち切りたいところでありますけれどもね、勝ち切りたいところだけどね、ただシロー選手ね、はい、今季で言うとインの1着率 57% なんです。ああなるほど。最近10走も1着4回しかない。あ、 A1 じゃとちょっと数字がないんですよね。なるほど。とそこは気になるので、はい、まあ、狙い目もねどうかなと思います。わかりました。さあということで第12レースこのように展開予想いただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれではいきますよ、せーの、はい、困った時の長谷田の実。さあやってまいりました、はい、長谷田の実のコーナーです。今日はちょっと気温が高めですよね、うん、そうだよ。いや、あのね仕事終わって家帰ってね、はい、夜とか涼しいなと思ってたんで、うん、平気だと思ってた。今日朝起きてびっくりしました、うん、なんでこんなにどんどん日中気温が上がってくるのって。うん、久しぶりになんかこう夏っていう感じですね。暑さできる、暑いよね。だから暑くなるとやっぱりちょっとまた次はねインコースはどうなのかって不安も、あとお昼の時間帯ね、気温がぐって上がっちゃうとやっぱ回転の上がり鈍くなっちゃうので、はい、風は弱まったけど気温が上がるとどうなるかっていう不安もあるんですけど、今日ね。そうですね、そうね、今日はどのレース選んでいただいたんでしょう。困った時の長谷田の実ご覧いただきましょう。さあ困った時の長谷田の実第11レースですね、上げていただきました。はい、ここメンバー見たらね、はい、123号艇那須選手、クルチ選手、赤塚選手、はい、A1 なんです。いや、そうですね、固めてきましたね。うん、ガチガチ。番組さんとしてはこれも123、13に買ってくださいってことなんですかね。うん、どうなんでしょうっていう感じするよね。はい、新人もね若くなると思うんですよね、はい、そうなればって思うんだけど、まあ、那須選手船足はね伸びは結構いいと思う、うん、あのいいモーターの人相手でもそこまで変わらないって言った。あ、そうなんですね。で
逆にプロペラ変わって回りやすさが少し出たかな、はい、1走目は前走車まま行ってとにかく道中の止まる乗りづらいだったんだけど、はい、そのあたり解消されたんで、ね、いい傾向ではありますね、うん、クリキ選手はねこれあんまり切れ気が良くないモーターだと思ってるんですよね、はい、14% ですからね。でも昨日はね足は良くなった、はい、ただ足が良くなると少し乗りづらいってだからもう少し乗りやすくしていきたい。赤坂選手もこれね 22% 考えれば悪くないけど、はい、普通ですよっていい人いますね。やっぱこの2と3がね強いんだけどモーターとしてはちょっと不安がある。なるほど。クリキ選手が意外とね2コース最近で言うと10走は6回船券に絡めてないんですよね。意外だったんですけどね、うん、はいはい、そうですね。赤坂選手はやっぱりね3号艇ね山崎康弘さん曰くやっぱ燃える赤坂俊介ということでね3号艇はやっぱ強いですからね。そうですね。直近10走で言っても1着が2回あって、はい、で2着5回あるから結構強いんですよね、うん、そうですね。ただこれね出てるのは4番と5番、うん、高倉選手なんでこれね45号機っていうこれいいモーター、前回森田俊介選手出てましたね、来たけどね、でも伸びてましたしね、はい、今回も足はいい、はい、倉井選手も直線がいいし、ええ、回ってしっかり船が返ってくる感じはあります、うん、佐藤選手がね、はい、ちょっと2、5、2と成績はいいんですけど初日からずっとね伸びが弱いんですよね。うん、多分弱いというのかいい人と比べると微妙なんですけど、はい、ちょっと伸びが気になるそうです。なるほど。だから1から逃げた時は普通に2、3で船足で読んだけど5も気になるんですよ実は、1から2、3、4、5、2、3、4、5って行きたいんだけどそうは言ってられませんね。ちょっと点数多くなっちゃいますもんね。あ、やっぱね夜はね秋はね、ね茄子を食べて栗を食べてっていう感じ関係ないかチーンですね。だからまあ1から買うときは2、3、4だけどちょっと5も気になるってことでよろしくお願いします。はい、はい、さあ、買い目は1番から2番、3番、4番に3着上げていただいております。さあ、そしてね、狙い目ですね。メンバーでいうと勝率でいうと A1 トリオいますけどね、うん、私のポリシーというのはやっぱ船足気力重視なんです。うん、そうですね。出てるの4番なんです。はい、この中でいうとただ一人 B1 なんですよね。いや、そうですよね。でフライング持ってるくらい皆さんちょっと待ってよあなた長谷さんって思うけど、伸びてる時の高倉選手って結構まくっていくんですよね、はいはい、初日はねスタートが33の28だったんですよ、えーえー、インコースの時はお腰がついてこなかったんですよ。あ、なるほど。昨日はやっぱりスタートし行くとやっぱりスタートして出て行ってたんですよね。そうでした ね、うん、伸びダッシュになるともっと伸びに寄せてくる可能性もある。一撃行くんじゃないのかな、そうですね。高倉選手が4から攻めていけば5番もね回り足もいいんでね、うん、4、5、5、4、5折り返したいですね、はい、4が攻めての5の逆転もある、はい、ここはちょっと3軸流す、はい、そしてまあ4、1、4、6、まあ、4が行って1が残すかもう展開6がついてくるか、はい、これね新聞ではね4、1、4、6流しにしたんですよ、でも点数が増えるんでねじゃあどこ削ろうかと思った時に黒柳選手が3着に来るかなと思ったんで、ね、これフォーカスしました。なるほど。もう今日はね私ね実はこの9月9日ね、はいはい、番組見てると4号艇に結構船足いい人が多かったんですよ、はいはいはい、違うレースでも、うんうん、ね、9月9日ね、はいはい、ようこそここへクッククック、私の青い鳥、青い鳥4号艇いらっしゃい桜田淳子さんのね、どうも曲ですね、うん、たくさんかけていただきました、ね、はい、今日元気ですよさあ、9月9日クッククック青い鳥4番が来るのかどうか来てよ、ここまで言ったんだから来てよそうですね、うん、はい、さあ、ということで困った時の長谷頼み第11レース挙げていただきました、はい、ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明典記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。